橋本はアグレッシブに守備して前線にも出ていく力あるから僕はアンカーよりもインサイドハーフがいいんですけどね。でも今って多分アンカーに使われてるのね16番、15番だよね、うんそうだ。FC 東京でもね、橋本アンカーよりも橋本がインサイドハーフになって高萩がアンカーやった時の方が良かったんですよ。こういうタイプって結構勘違いされがちなんですよ。守備で潰せるからディフェンスラインの前を置いときたいってなんだけど。アンカーって動かないで守備する方が大事だったり。 誰かが出てったりするところのカバーだから、インサイドハグだったりセンターバックだったりとか。その前に出て潰すっていう、人からボールを奪い取るっていう良さを消されちゃうんですよね。結構その守備っていうふうに大枠でくくってる監督に使われ,てる,使われるとね。さっきのサイドバックってレオさん的にどう評価しますか可変して3バックの一角になるんだったら、僕は佐々木は E1 の、e、とかではいい戦力だと思いますよ。一概にサイドバックって言ってもさ、あの、 テオエル・ナンデスみたいなタイプから、ね、アスピリクエーターとか、冨安みたいなタイプまで、全部違うじゃん、サイドバックって言っても。だから佐々木に何やらせるかっていうと、アーセナルで言う、まあ、今日見てないけど、おそらくやってるジンチェンコとか、冨安とかの役割なんですよ。なんだけど、佐々木にテオエル・ナンデスやらせようとしてるから、昔で言うロベルト・カルロスね。この日本代表戦だから、そんな、ね、ミランのサイドバック見てる人いないかもしれないから、言うと。